星が2個しかないマネネ、マネネで、星が3個のところは青ガラス、シビビール、ワルビル、ドロバンコ、ノズパス、ガラルバリアのヤクレで、星が4個のやつはエンブオ、ユクバリス、ストリンダ、シビルノで、これはかぶっちゃったやつで、ジャローダ、グレイシアもかぶっちゃった。で、スターはエンブオのなんかキラキラしてるやつと、石炭山で、ボルトロス、ジャローダ。ジャローダもなんかちょっとキラキラしててちょっと違う。アーマーガラ。進化した方がちょっと、ちょっとキラキラしてる。これアーマーガラじゃないよ。アーマーガラ。丸役で、キラキラ大剣器、なんか大スーパーアクアトルネードっていうのあるみたいです。で、これはストリンダー、すごいね。で、一番のお気に入りのやつ、ギャラドス。一番じゃないよ、もう一回ね、進化してるんだけどね。一番お気に入りじゃないよ、一番強いだけだよ。そう、一番強い、一番お気に入りじゃない。じゃあ次タンゴです。あんちゃんのポケモン紹介終わります。私のポケモンを紹介します。まずはあんちゃんと同じマネネと、ここから2つの星はマネネとココガラとミシュマルとスターシャかぶって、メグロコとユキハミとエレズンかぶって、ポカブかぶってポカポカみたいな。で、次は私が交換したの、これ、3個の星は、トゲデマルとチャオブーとシャムピーとシビビールとドロバンコとガラルバリ、ふたち丸が3つと、ノズパスとチョーブかぶった。で、星が4個のはワルビアル、ヨクバリス、リーフィア、ナットレイです。スターポケモンとレアポケモンは持っていません。だって私がネネにあげちゃったもん。というか交換ね。
強いポケモンを持っているのか教えてね。皆さんグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、ピカじゃんけん、じゃんけんぽい。これに勝った人は明日強いポケモンをゲットできるかも。イエーイ。はい、バイバーイ。